さあパチタウン TV 始まりました。本日はですね、鹿児島県に来ております。大変。役割分担言いましたよね。僕が始まりました。どこどこ来てます。自己紹介こちら。それだけ打ち合わせしたんですよ、さっき。それだけ。大丈夫。ということで、今週のゲストはこちら。はい。先週に続いて、神田智子です。今日も充電満タンですね。はい。見てください、まず川、これ。すごくないですか。うわすごい。綺麗でしょ。めっちゃ綺麗じゃん。そうなんです。透き通ってますよね。透き通ってますからね。すごい。これやだ、やらしくない。なんだよ。どういうことですか。どういうことですか。好きじゃん。いやこれを見てやらしいって感じる人多分ゼロですよ。そうね、ここですね、まあ、湧水町っていうぐらいなんで、すごい綺麗なお水が有名なんですよ。町の名前が湧き水と書いて湧水町なんです。湧、水町、うん、ちょっと重かったけど、でもとにかくここが有名なの。そうなんです。で、湧水町っていうぐらいですから湧き水ですよね、はい、これ湧き水なんですか、はい、これ湧き水を飲めるところがあるんです、向こうに。あ、やった、行きたい。体の中から綺麗になりたい。いや、なりたい。私本当に今もう娘も生まれたし、はい、長生きしたいし、長生きしたい、体綺麗にしたいんですよ、はい。あの2週目だけどリアクションにいちいちびっくりする。そうですね、本当に。行こう行こう。でしょ、行きましょう。行こう。元気こっち。すごいね、これすごいね、こんな、こんなとこ知らなかった。これ充電が切れてる。すごい、すごい水が、こうやってね、これ全部湧き水ってことですよね。これは湧き水、どこから流れてんの。いや、だから地下からこう水が湧き出てるんですよ。そういうことか。はい、ボコボコしよう、ああやって水が、はいはい、湧いてるんですね、あそこ。ほんとだ。あれ、虫じゃないんだ。ボコボコしてる。水が湧いてるんですね。あそこから湧いてるんだ。すごいですよね。ね、これすごい、こんなとこあんだ。自分の中にある悪い汚れを湧き水で洗い流してください、はい、お二人。そうそう、ほんとに。これですね。ほんとだ。飲めるようになってます。いや、すごい。これこれでしょ。どっから飲むの。これなんかいないの、この人。こうやって、あ、いるいるいる。あ、ちょっとこんにちは。こんにちは。あ、お、あれですか、お店のっていうか。いや、違います。町の。あ、町の方。長老。長老じゃない、ではないです。そこまで年いってないでしょ。だいたいわかるでしょ。湧水町役場の。あ、役場の 方。あ、最高の方いるじゃないですか、はいはい、これ名水百選に選ばれてる、はい、です、湧き水ですよね、はい、え、本当に地下から湧いてるそのままの水。そうです、そのまま飲む、はい、そのまま、はい、手ですくっていただいたり、うん、一般の方があの、なんですか、こう自分で飲んで、あ、米を研ぐ、はいはいはい、お米を研ぐ。お米で、これでお米を炊くと美味しい。すごい、お米炊くんだ。美味しくなる。もうこれ飲んだらかなり体の中も綺麗になりますよね。ですね。ですよね。あ、やったやった、はい、よし、飲みたい。飲もう。え、あ、冷たそうですよね。冷たいですか。冷たいです。なんで冷たいですか。あ、気持ちいい。どうやって飲めばいいの。ちょっとそんなわけないです。水飲むのめちゃめちゃ高いですか。今まで最低の水の飲み方です。名水百選。すごいね、すがすがしくなる。すがすがしくなる。透き通ってる感じ。あのね、うん、なんかね、むって感じ。味がない。なんだろうな、余計なものがない感じ。あ、もう一切濁りがない。濁りがない。なるほど、分かるよ、飲んでみたら。うん、あ、どうやって飲めばいいのか。美味しい。美味しいよね。軟水ですね。え、そうなの。あの、柔らかい水。そうなんだ。だから味があんまりないんだよ。ちょっと大丈夫ですか、これ放送して。大丈夫です。いや、でもめっちゃ、だって個人の感想ですよ。そうですね、個人の感想です。スーッと入ってきますよ。あ、美味しい。体
美味しいですよね。そう、美味しい美味しい。あ、なんか浄化される感じしますね、体の中が。すごいなんかこれで体洗いたい。常に湧き出てるんですか。はい、ずっと。ずっとです。いつぐらいから湧き出てるんですか。だいたい、ここに書いてあるんですけど、昭和38年からこの公園が整備されて、はい、米も酒も美味しいんじゃない、もしかして。そうです、その通りです。お酒も美味しそう、確かに。水がいいところはね、で綺麗な人も多いですよね、水がいいところはね。ですね。そうですね。ちょっとなんか、なんで言いなかったの。今ちょっと言いな怒られますよ、本当に。いや、すごい、めちゃめちゃ美味しかったですよ、本当。すいません。100点満点です。湧き水を飲んで、体の中から綺麗になれた、カモン。さあ、この後は実践ですよ。ねえ、くるみ、素敵な男性の条件って何だと思う？そうね、目押しがピシッと上手にできる人かな。そうだよね、やっぱこう、スッ、うん、スッとスマートにできる男性って素敵よね。素敵ね、なおかつ背が高い男性もいいわね。うんうん、あー、いいわね、背が高い男性。そういう人ってなかなかいないわよね。しかも顔がやっぱり重要よね。あー、顔重視。やっぱりイケメンがこの世を救いますよね。いないじゃないか。おい、何？ひどいな。何ですか？何何？芝居がひどい。そう？小学生の泳ぎ会でももうちょっと上手いと思う。ここまでひどいと思わなかったらなかなか入れんかったけども。邪魔しないでくださいよ。じゃあ、じゃあ今の話をトータルすると、なんてなんてなんて、うん、もう一回言って。好きな男のタイプが目押しがピシッとできる人、はいはい、背が高い人、うん、イケメン。イケメンいたじゃない。右を見てみなさい。 でもさ、最近のねタイプの男性の好み変わってきて。おい、何ですか。身長181センチ。これはまあルパン三世の銭形警部と一緒ですよね。はい、高いです。はい、目押し、まあトップランカーでしょうね、日本で。そうですか。目押しのうまさで言うと、いろんなとこ目押ししちゃってもいいんですよ。いろんなとこ目押ししちゃってもいいんですよ。でもね、キングは確かに目押し力はあると思うんです、はいはい、だから、じゃあこの際ね、そのキングの目押し力をバシッと視聴者の皆さんに見てもらって判断してもらうっていうのはどうですか。そしたら、うん、モテるようになるんですか。若い子にモテますよ。ねえ、若い子にチヤホヤ、チヤホヤ。ちょっと待って、ちょっと想像していい。想像していい。やだ、若い子、こちらほや。めっちゃニヤニヤ。若い子やろう。やろう。やります。俺の目押しを今日は存分に見せる企画しよう。そうしましょう。モテよう。モテてください。この日々とおさらばしよう。そうしよう。よし、ゴー。でもその代わりに、はい、キングが目押しを失敗したら私たちからね、いたずらが待ってるぞ。大丈夫、はい、失敗することはないから。本当に目押しに関しては、はい、先ほども言ったように、はい、自信あり、うん、その代わりモテるんだな。モテます、モテます。チヤホヤされる。よし、やろう、はい、早速やろう、はい、行きましょう、行きましょう、行きましょう。よし、行こう。よし、そうしよう。モテますよ。やろう、やろう。企画の舞台となったのはエイペックス東串原店。機種構成は新台から人気台まで多種多様なラインナップ。目押し力が問われる A タイプも数多く設置されているぞ。花火でいいの。花火、はい、はい。まあ正直さ、そんなに目押し必要じゃないじゃん。そうですよ。まあ、あの花火チャレンジ中の外し、これも2個もあるし、はい、あと何、ビッグの時の赤七浴び倒しぐらい、はい、あとバケの時の三連ドン、あれね、三連ドンね、はい、すればいいだけ、はい、え、そんないいだけ、すごい強気、打ち上げちゃう。花火だけに。やっぱユーモアがある男もモテるんじゃない。あ、確かに。面白い男性モテますもんね。ほら、今のユーモア。でも、打ち上げちゃう。度が過ぎるとあんまモテないです。あ、そうです。対象外になります。そうです。気をつけてください。はい、はい、打ちましょう。打ちましょう。トレーが当てないとね。はい。あ、当たりました。当たった。早い。早っ。当たりました。もうモテたすぎて早く当たったっていう。モテたすぎて。モテたすぎてもう当てた。はい、わー、どんちゃん、ドヤ顔。じゃあまず一発目の目押し。そうですね、リンク中ね。僕プレッシャー感じないタイプなんです。わー、外せ外せ。かわいい女性の目だけはプレッシャー感じるんですけど、今日ないんで大丈夫。これ 邪魔、圧がすごい。かわいい顔は欲しいですか。かわいい顔、圧がすごいから。かわいい顔置いときます。どうぞどうぞ。スタート言って。
スタート言った時に一発で決まるから、はい、スタートスタートほらいや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 、かおりさん今のところノーミスやねノーミス、え、それもなかったことにするんですか。なかったことでない、だからスタート言ってないじゃん。編集点作りませんよキング、喋り続けますよ。スタートとかありましたっけ。ヤマキンのわがままが通ったのか、いたずらは保留。じゃあくるみほら3連ドン。いや私じゃないですよ、キングですよ。やってみなよ、キングがやるの。あ、いいよいいよいいよ、俺は打ちながらできるから、回してくれたらほら打ちながらやるから回して回してって何ですか。はい、こっちやりながらこっちやりながらやるから、はい、はい、どうぞ。アメリカの方からもモテますよ、両手じゃないんだもうこっち切っちゃってるじゃないですか。ちょっとこっち打ちながらやるから、はいね、ほらこういうことよ、余裕よ、こんなのは。ほらもう余裕なんだって。あ、遅い遅い、速さも必要なの。おお、あ、花火チャレンジ行きました。忙しいのよ。忙しいですね今、うん。あ、当たった当たりました。花火チャレンジ1ゲームで当たりました、すごい。あの、今日こうしない、引きが強い男はモテるっていう違う違う、それは企画が変わりますから。当たっちゃったのよ。ビッグの連チャンとはいかず、ここはレギュラーボーナス、リプレイ外しの披露は一旦お預けだね。お、当たった、当たりましたよ。あ、来た。じゃあバーを狙ってください、バーを。さあ、これもうみんな知ってる方も多いと思いますけど、はい、ドンビッグの準備名です、なんでチェリー付きドン、3連ドンじゃない方ね。じゃあ行きますね、あのチェリー付きドン、チェリー付きドンを、おお、こうなる。まあ、これはもうね、知ってる人多いと思いますけど、これは、まあ、目押しじゃないです、はい、これはもう準備名作ってのリズムで打ってるだけなんで。キング、はい、花火チャレンジになったんですけど、あのキングが目押しがまあまあできるっていうことはすごい分かったんですよ、はい、ワンランク上に行ってほしくてこんなものを準備しました。何それは。これで目押しをする。目押し関係なくない、もうありますよ、これこういうの使ってでもこれの扱いがうまいかどうかの話になってるこれでもできるっていうのを証明すればちょっとさらにワンランク上に行ったんじゃないかなって。できると思いますよ。本当にすごいんだって思う子いっぱいいると思うんです。できると思いますよ、はい、ワンランク上の男がね、やっぱりそうそうそう。なんでこれでリプレイ外し、はい、お願いします、はい、じゃあ交代しましょうか、はい。モテる男はどんな状況でもさらりと成功させるものだぞ。今いきなり来たよ、いきなり。本当だ。いや大丈夫だ、思うよ、もうね、はい、オッケーオッケーオッケー、はい、いいよ、行くよ。いや余裕だよこれ、ほら、お、余裕ですよ。この程度なら何の問題もなさそうだね。ました、あ、うまい。じゃあキング、余裕ならこれでこれでお願いします。あの、これそもそも目押しが上手い下手な話じゃなくない本当に。いや、目押しが上手いの分かったんで、さらにですよ、これでもキングできるんだっていう。いや、これ言うこと聞かんで、これいや、もう聞かんもん、言うこと、ほら、言うこと気にしないで、こう頑張る、ほら、わざとわざと、頑張って。いや、ダメだ、ダメだ、難しい。来た、来た、行くよ、はい、おー、すごい、ステキング。俺、遊んでるよな、今日一日、最初から遊んでないです。番組後半ではますます目押しの難易度が上がっちゃうかも。ドンちゃん、あ、ドンビクだ。オッケー、じゃあクルミンちょっとやってみましょうか。この後フラグ判別でこれはドンビクだっていうことが今判明しました。した、はい、なんでチェリー付きドンを狙ってトントントンです。はい、じゃあキング、ん、何ですか次は。これを使って、本当だ、ね、このぐるぐるバットを使って見てあげてもらっていい、クルミンが今いや、私のことはいいんです
じゃあこれでね、はい、これでこうではいいのね。ちょっと待ってよ、ちょっと待って、ちょっと練習させて、どれくらいのタイムロスが出るか。はい、ただやらしいで月違うから、くるみ違います、くるみだけ見てるとかちょっと違うよ。違います、妙なところに食いつくんじゃないよ。ここだ。あー、キングでもこれはさすがに無理だよ。じゃあ今ので分かりました。はい、次いけます。はい、2回目の挑戦ですよ、はい、だからこれ目押しやないと思うんだよな。バット目押し、ここだ。難しいんだ。ヤマキンアウト。できるできるって言って2回もミスりましたね、はい、やっぱバットで失敗しちゃったから。ちょっと待って。あ、なるほど、失敗したら落書き。はい、じゃあ分かった、そういうことなら真面目にやらせてもらう。いや最初に言ったじゃん。だ次失敗したら、うん、次からもう始まる前に言ったじゃん。絶対に受け入れるから。次、じゃあ絶対次できる。じゃあお願いします。3回目のチャレンジ。はい、一筆書かせていただきます。お願いします。もうね、いたずらしちゃうぞっていう季節ですから ね。はい、キング、はい、お茶目な感じに可愛くしときますからね。可愛く。キング、ある意味モテますよ、これは。はい、どうでしょう。これ、服部君みたいになってるんじゃないのか、今。可愛い、可愛い。ちょっと練習させて。はい、今後のために。いや、今後ないわ、これ。今後この機会がないわ。やってみたい。でも、これもやってみて。くるみ、こっち使った方がうまいんちゃう。難しい。っていうことは普段のタイミングがちょっとずれてるんだよ。くるみ、道具の方が上手なの。道具使うの上手なんです。やめなさい、やめなさい。くるみ、やめなさい。え、何ですか。お茶目な顔してる。お茶目、ある意味モテるよね。紳士的だなって。どこ見て紳士的やねん。ヤマキンへの要求はさらにエスカレートしていきます。カオちゃん、やんだよ。バットで押すんじゃなくてぐるぐるバットバージョンでお願いします。もうほっぺもぐるぐるしちゃってるから。三半規管をフラフラに。これで成功してこそ一流ってもんだぞ。キングどうぞ。おじいちゃん、はい、こっち、これこれ、ここ、おじいちゃん、はい。リプレイ外してくださいよ。よし、よし、どうした。いや、苦しい。ぐるぐるバットやったことある？はい、ぐるぐるバットやったことありますよ。すっげえきつい。ちょっと、はい、2人にもやってもらおうから、後で。この後、ヤマキンの逆襲の始まり始まり。香りの台にボーナス成立。ここまで我慢し続けたヤマキンの逆襲が始まる。リンクボーナス。さあお二人、はい、やってもらいましょう。はい、ぐるぐるバット目押し。あ、そっか。え、どこでやるんですか。赤七を中段ビタ、それをぐるぐるバットやってやってもらいます。はい、10回です。はい、いきます。1 ね、回りづらいでしょ。回りづらい、つるつる滑る。不慣れなことでも全力で。ヤマキンだって頑張ってたんだよ。くるみ、うちこれやったことないですけど、これ難しい。はい、1 2 2。何してんのこれ。なんであのお尻の押さえ方。スカートが短いからパンチラを気にしてるんだと思うよ。ちょ、あと1回、頑張る。あと1回、よし、はい、はい、赤七ビタ押し。違う、どっちだ。向こう、くるみ。
が上手よだれ出たこれはお見事くるみんの勇姿を改めて確認し実践終了としましょう成功すごいくるみんやっぱ上手どうでしたかいや目押しの大切さが2人に分かってもらえたんじゃないかなと思うのと、はい、やっぱ僕はね目押し何をニヤニヤ何をニヤ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 キングを忘れてますよね絶対カレー食べるときも思ってましたけどそうや俺これでカレー食べ行ってたの店員さんにすごい顔で見られてましたけど忘れてたでしょ忘れてたこれ言わせてください、はい、花火ね、うん、実際そんな目押しする機会もなかったんですけど、はい、あのあとディスクアップ打ちまして、うん一気に900枚ぐらい出ましてね打ったんですかはいビッグ3回分開いたんですねビッグ3回分目押しミス1回です、はい、目押し皆さんも勉強してはい、ね、頑張ってください本当に、はい、全然説得力ないけど全然ない説得力ない風にしたのはあなたたちだまあでも実際どうなんですか、はい、モテましたか僕あ モテましたモテましたこれからモテましたモテましたちょっと待ってくださいモテてるモテてるまだですかねまだ今のところの何も変化はないですけどギャーとかはないんですけどあそうですね まだですねこれからかな いつぐらいになったらこれギャーってこう どうですか来世ぐらいあ来世に期待来世に期待しましょう来世に期待、うん、そうですね来世ってお前ら完全に俺今日一日通して俺で遊んだだけやな来世はモテますいやでもねやっぱちょっとミスったとこもあってそんなほっぺたになっちゃったからミスったのはあれ目押し関係ないのよバットでやったりとか関係ないところでミスあるあるそういうシーンもねもしかしたら出てくるかもじゃあ来世モテるんだな俺来世モテますうん頼むでよはいということで皆さんも目押し上げてキングみたいにほっぺたぐるぐるになって笑われないように気をつけて楽しんでいただきたいと思いますということで今週はこの辺で皆さんおやすみなさーいおやすみなさーいこの後のミニコーナーも見てね飲んだら味のリアクションとかどうだったかとかちゃんと言わないとダメですからね、うん、でも私あんまりねすごいね、うん、クソまずいものでも美味しく感じちゃう